毎度工事屋です。キャノン F1、旧 F1 ですね、旧 F1 の前期になります。これ綺麗ですよ。ここまあ大体こうベコベコしてるのが多いんですが、これ綺麗です。本当素晴らしい状態です。ペイント、ブラックペイントの時代なんですが、ほとんどすれも傷もないって言っていいレベルだと思います。まあ、多少すれがあるぐらいですかね。そこも綺麗ですし、この辺のペイントですね、これも綺麗です。まあ、なんといってもここは非常に素晴らしい。ただファインダーですね、これ見えますね、この真ん中の縦線がピント手前にしてると見えます。これ、まあ、レンズつけて普通に遠くを見てればそれほど気にならないです。あとこれ露出計が動いてるのが分かりますね、分かりますね。露出計もまあ大体いいと思います。このファインダーの縦線、これですね、これでちょっとお休みですが、このだけ綺麗なのはなかなかないかと思います。なんかですね、シャッター開いてます。今2125、これが2000ですね、2000開いてますね。動画だと分かりにくいと思いますが、目で見てると分かります。なかなか快調です。スローもいいですね。それで1秒。この前期型は巻き上げがすごいこっちまで来ますが、非常に軽やかで感触もいいです。一応モルトは変えてありますね、変えてあります。でよくあるのが、このモルトが水分を吸うせいか、ここがよく錆びてるのが本当に多いんですが、これ綺麗です。多分保管状態が良かったんだと思われますが、この縦線がねちょっと見えてます。ほんとレンズつけて普通に登れてるとほとんど気にならないと思います。いいですね、この辺のモルトも変わってます。これは、まあ、普通ですとこで絞り込みレバーですね。でこれをよいしょ、これでミラーアップ、ミラーアップになります。ミラーアップも大丈夫。旧 F1 の綺麗なのは、美しいのはいいですね。お値段すごい綺麗な割にはあるんですが、縦線がちょっと見えますのでお休みになります。